中村敦史と安藤博京のゼロに何かけてもゼロ。番組は何も持ち合わせていないゼロな2人がゼロから何かを生み出せるように頑張っていくトーク番組でーす。そして、はい、前編に引き続き、ほうほう、元 AD 渚さんをお迎えしてお送りいたします。よいしょー、はい、あ、もう一回自己紹介やりますね。お願いします。お願いします。はい、知ってる方ぜひ一緒にやってください、はい、みんなの願いをかな AD 意外と踊れる重量級、元 AD 渚こと元 AD 渚です。よろしくお願いします。あー、成功した。よかった。前回ね、噛んじゃいましたからね。久しぶりだということでね、はい、前編、前編短い短いって言って、もっと喋りたい喋りたいって言ってましたよね。体感的に、ほら、救急車走りましたよね。ちょっと遠慮してください。遠慮してください。ダメだ、無理だ。人命を救って人命を救ってください。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。もっとピーポー言ってください。はい、お願いします。何でしたっけ、話し残したことがあるみたいなね。もっとね、そうだよ、体感的になんか2分ぐらいしか喋ってない気がして。いやいや、あの20分話してました。あなた20分間ゲームの話しかしなかった。ゲームの話をね、あります。結構語ってましたね。語ってましたよね。あの、もうほぼほぼチンプンカンプンでしたよね、私たちは。おじさん2人はね、もう苦笑いの相手。じゃあこの後編ではやっぱり私のパーソナルな部分とか、今まで歩んできた軌跡とか、これからの展望についてね、いろいろおしゃべりできればな。いや、壮大だな、もう。お配りですね。思っておりますので、はい、はい、お願いします。ね、というわけで、はいはい、うん、今回のゼロに何かけてもゼロ、はい、スタートです。よいしょ。そこの可愛い彼女、はい、俺のこの自慢の単車で夜の街をぶっ飛ばさない？スピードの向こう側に連れてってやんよ。いや、行ったことあるんでいいです。いや、行ったことあるんかい。中村敦史と安藤博京のゼロに何かけてもゼロ。実家がその辺なんで。実家その辺なの。元 AD 渚とキスがしたい。安藤さん、はいはい、最近愛があるキスやってますか？いやー、僕はね、ええ、愛があるキスしてますよ。してますか？前はね、ええ、本当に熱いキスを交わして、ええ、で、あの、ありがとうございましたって一枚渡しました。あの、風俗の話やめてもらっていいですか？風俗の話は、違うんですか？やめてもらっていいですかね。まあね、あの、女性が前から歩いてきたら老婆であろうと、うん、あ、顔よりも先に胸を見てしまうとかね、女の匂いだけでご飯何杯でも食べられるなどですね、番組の中でも数々の女に飢えている発言が目立つ淳さんですが、はい、うん、そんな淳さんにぴったりの企画をご用意いたしました。本当ですか？はい、これからですね、中村さんとですね、中村淳さんと元 AD 渚さんには3つのラジオドラマに挑戦してもらいます、はい、ラジオドラマ、ラジオドラマ、ドラマはですね、恋愛もので、どれもキスができるシチュエーションになっております。淳さんは元 AD 渚さんとちゃんとキスに持ち込めるようにかっこよく演じてくださいね。淳さん、ちょっと待ってください。これ、キスができるってことですか、今日もしかして。淳さん、大チャンスですよ、この企画。やったいいですか？もちろんですね、元 AD 渚さんにはキスを拒否できる権利がちゃんとございますのでですね、はい、まあ、ドラマの途中でもう耐えられない、こんなゲボ人間とはキスなんてできない、誰がゲボ人間、気持ち悪い、こんなでけえ親父はと思った時点でですね、はっきり無理ですと宣言してください。はい、うん、まあ、もしくはですね、もう僕これ見てましてですね、これはきついなと思ったらですね、止めたりもするかも、可能性もありますからね。ええ、でもこれもしかしてね、うん、なぎさちゃんがね、うん、AD が、まあ、もうちょっとその気になったら、はい、これもしかしたらキス成功するかもしれないってことでしょ、はい、あら、おっぱじになっちゃうってことでしょ、これ可能性ありますよ、これは、これ大人な企画ですよ、これ大人な企画でね、これ大人なチキンですよ、ね、アイドルなのに、まあね、僕が止めに入った場合とか、ね、無理ですと宣言された場合は、そこでドラマの方は強制終了となります。おー、はい、キスはお預けとなります。はい、どうですか、中野さん。まあ、結構来るものを拒まず去るものを追わずなんで、うん、アイドルとしてダメな発言なんですね意外にクールだね、その辺は ね、まあ、アイドルとして、うん、まあ、保ちつつ、うん、可愛らしく演じていきたいなって思います。これ、アジュさんが本当にそのキスをしたくなるようなですね、演技をしてくれたらないことはないということでよろしいですかね、はい、まあ、なきにしもあらずですよね。おー、
てください、これ頑張ってくださいね、ほんとに頑張りますよ、じゃあ早速、はいはい、1本目のドラマやってみましょうか。はい、はい、最初のテーマはバスケです。お、得意得意分野、バスケ。それではいきますよ、はい、よーいアクション。プロバスケットボールプレイヤーのアツシとひょんなことで知り合ったマリサ。お互いに惹かれるところはあるものの、どちらも思いを伝えられない。大きな大会で負けてしまってへこんでいるアツシが一人体育館に残って黙々と練習していると、そこに渚が様子を見に来た。お、渚じゃん、久しぶり。そうだね、試合惜しかったね。まあ相手が相手だったから仕方ないよ。もっと練習しないとな。バスケ大好きなんだね。へへ。あ、膝怪我してる。へへ。時々痛むけど大丈夫。でも肘も怪我してる。へへ。ここもこの間コロナ禍にすりむいちゃってさ、傷だらけじゃん。へへ。なんてことないよ。よしよし、痛っ。ごめん、やっぱり触ったら痛かったよね。ごめんごめん。でも渚に触られるの嫌いじゃないかも。何それ、もしかしてアツシってド M？ いやそうじゃなくて、そのなんていうか、ほんと口下手だよねアツシって。もしかして口まで怪我してるんじゃない？え、ほんとだ、口の中切れてやんの。ダークな試合だったからな。もう気をつけてよ。でもこの口の傷は今治せるかもしれない。え、お前のキスで。無理です、無理です、無理です。あ、ちょっとやめてください、無理です。なんでだよ。いやいやいや、完璧だっただろ。いやいや、キモい。あーじゃねえよ。キモいね、だやだね。キモいですね。完璧だったでしょ。いや俺はもうサブイボ立ってたもん、ずっと横で。なんでだよ。キモいですね。キモいですね。口の傷治せるかもしれないよ、うん、お前のキスでって。治せるかもしれないもん、なんでそんな立てるんだよ。なんでセリフの最初にへへっていつも入れるんですか。いや、なんか男前っていうか、ね、いや割と私もそうだね、最初のそうだねぐらいから無理だなと思って。いやいや、一言目のセリフじゃねえかよ。一発目からね。そうだね、一言目のセリフやった。いや残念でした。マジかよ。もう、でもね、あと2つお話、ストーリーありますから。あ、本当？チャンスありますんで、ね、ー頑張っていってくださいよ。オッケー、あれですよね、キモくしてないですよね、別に。恋にキモくしてる、恋にキモくしてるわけじゃないですよ、ね、いや、完全に2枚目2枚目でしたけど。あ、わかりました、わかりました。キモかったですか？あ、バリキモかったですけど。バリキモでやりました。バリキモっすけど。大丈夫ですか？え、それは全然想定の想定外でしたね。想定外でしたか。はい、はい、じゃあまあちょっと頑張っていただきたいと思いますね。はい、じゃあ次いきましょう、はい、次のテーマですね、はい、ラーメン屋の看板娘と常連客、なるほどね、行きましょう、ありがちだね、うん、それではいきますよ、よろしいですか、はい、よーいアクション。しんしんと雪が降る12月24日、下町のラーメン屋 AD 県の看板娘に思いを寄せている常連客の中村淳は今夜も店を訪れた。いらっしゃいませ。あ、中村さん。うー、寒い寒い。今日は何にしますか？じゃあラーメンで。やっぱりね、トッピングは卵と海苔でよかったよね。あ、頼んだ。ラーメン一丁、卵のりトッピングです。そうや中村さん、クリスマスイブだってなのに一人なの？いや寂しいけど、いい人もいないしね。そっか、お互い様だね。私も今はそういう人いないし、こうやって店に出てるってわけ。あ、はい、ラーメンお待ち。おお、来た来た、うまそう。いただきます。チャーシュー1枚多くない？トッピングは卵と海苔しか頼んでないよ。サンタさんからクリスマスプレゼントです。なんちゃって、私からのおまけだよ。そうなんだ。じゃあついでにさ、もう一つトッピング頼んでいい？え、
サちゃんのキス、トッピングしてくれますか？もう、しょうがないな。私のキスは油多めだぞって。なるかー無理なんでだよ無理ちょっと待って、言い方もおかしい。いや、なんで笑うんだよ、なんで笑うんだよ、お前。最後、食べ方おかしかったですよね。なんかね、あのね、老紳士みたいになったんだけど、最後。老紳士がさ、トッピングしてくれますか。なんで、俺の中であの、さっきのバスケといいや、ヤマピー、ヤマピーで言ったら。介護が必要なおじいちゃんみたいになった。おじいちゃんヤマピーが出なかったな。お薬くれますかって言ご飯まだですかみたいな。そんなシーンしか出てたらちょっとね、なんかキャラがよくわかんないけど、いやダメでしたね。いや、なんでだよ。全然ダメ。今も自信あったんだけどな。どこが自信あったの。もうよくわかんない。いや、ね、うまいこと言ったなと思って。本当ですか、うん、いや、でも残念でした。これ今回もですね、ダメでした。トッピングなし。トッピングなしです。はい、いつもおまけなしですね。いやいや、もうマジかよ。トヨエツ好きなんですか。トヨエツ好きなんだよ。トヨエツに近づけて。トヨエツは結構真反対のところに行くよ。いやいや、こんな声高くてさ、こんな声でよくないし、トヨエツ。意識してください。意識するの。トヨエツ入れてください。次最後ですか。次トヨエツ意識してね。トヨエツ最後。いや、もうちょっと次最後。次最後でも野球は2アウトからだからね。なるほど。なるほどじゃねえよ、お前。散々バスケ言ってたのに、急に野球の例えをしだすんで、びっくりしちゃいましたけどね。最後にね、どでかいね、キスというホームラン打ってまた野球ですね。はい、じゃあ最後のテーマですね、状況物語。ああ、得意得意、俺、状況物語大好き。状況物語川崎から上京してきますか。得意分野、状況物語。川崎から20分かけてね、渋谷まで来る。はいよ。じゃあ行きますよ、行きます。用意、アクション。東北の田舎町の無人駅、映画スターになる夢を持ち上京することを決めた淳。彼女の渚がその駅まで見送りに来た。見送りさ、くんなって言ったべ。だってほら、ほんのちょっとの辛抱だ。泣くでね、すぐ美君なんて渚が東京呼んでやったら。だけども、金なら心配すんね。東京で働いてる友情の兄貴がコールセンターの仕事紹介してくれるって言うからよ。よくわかんねえけど、片っ端からババアに電話して金振り込むより頼む仕事だと。マニュアルもあるみてだし、ババアだったらこの街で死ぬほど相手してきたからな、楽勝よ。だけども、どうした。夏がその東京さ、めっこいおなごがいっぺんいっぺんいるべさ。なんだおめえ、んなこと心配してんのか。笑い事じゃねっぺよ。あつしにはくだんねえことかもしんねえけど、おらさ真剣に悩んでんだ。これがおなごの本音だ。わかった、俺が渚一筋だってとこ今ここで証明すっか。すっぷんだ。やんだ、こんなとこで人が見てるかもしれねえだ。関係ねえでさ、渚、俺、もっとこっち来え。あずし、好きだ。渚、あずし、できるかー。残念。おかしいでしょ。トヨエツどこ行ったんだよ、トヨエツ。いやいやいや、スプンダーのところ。トヨエツの代表テレビでしょ、スプンダーは。全然違うんだよ。トヨエツどこ行っちゃったんだ。残念、アツシさん。本当に終わりです。マジか。できなかった。なんでマジかな。もう全然なんかもう予想外だったな。終始キモかったに続けてキモかったですね。いや、もう今日は3キス予定したのに。残念、ゼロです。ゼロキス。アズシさん、ゼロキスでフィニッシュ。ゼロキスでフィニッシュです。マジかよ、もう最悪だよ。残念でした。これで終了となりますが、どの辺がダメだったの、エディ。いや、だから、いや、なんだろう、人間性。人間性。元も子もねえよ、それも。そもそもね、そもそも無理だった。元も子の比較の
前段階で無理じゃねえか。では残念でした、アツシさんね、はい、もうしょうがないんでね、この後風俗行っちゃってくださいね。なんでまた一番払うんだよ。以上、元 AD 渚とキスがしたいでした。アツシさん、なんで泣いてるんですか。仕事もクビになってよ、彼女にも振られてよ、俺はもう死にてえよ。で、なんで泣いてるんですか。話聞いてた。中村敦史と安藤博雄のゼロに何かけてもゼロ。もうめんどくさいんで相談とかやめてもらっていいですか。お前が聞いてきたんだよ。ここで僕たちからのお知らせです。ゼロに何かけてもゼロでは皆様からのお便りを募集しております。2人にこんなことをやってほしい、こんなゲストを番組に呼んでほしいなどなど、出演舞台や番組の感想を何でもお待ちしております。何でも宛先は全てアルファベットで、何かけてもアットマーク gmail.com、 何かけてもアットマーク gmail.com です。ローマ字で何かけてもですね、はい、その他ですね、私中村敦史と安藤博雄の、はい、舞台や映像、イベント MC のオファーなどなど、仕事のオファーもですね、こちらのアドレスからお待ちしております。お仕事ください。お仕事ください。お願いします。敦史さん、汁男優やりますからね。汁男優やんねえよ。なんで俺仕事に困ったらまず汁男優やらんの。他にあまた仕事あるだろう。あ、そっか、なんか、渚さん、なんか、はい、告知あれば。告知、応援してください。いや、死んでるな、こっち。終わり。ツイッターやってます。おー、ツイッターね。はい、AD 渚で検索していただければ出てくると思うので、あ、ちょっと年明けとかライブとかやりたいなと思ってるんで、おー、じゃあそのツイッターの方から、はい、要チェックですね。やりたいなと思うので、ぜひぜひフォローしてね。ね、あと、はい、FF14 用心棒サーバーにおりますのでね、ぜひ見かけた方はリモートなどしてね、ゲームのね、はい、一緒にね、ダンジョンとかね、駅ルレとか一緒に行けたらなと思います。これ本当にじゃあ FF14 やって、その今なんとかなんとかってやれば、AD 渚とプレイできるってわけ。できます、できます。いいの、そういうの言っちゃって。言っちゃっていいの、そんな。全然大丈夫ですよ、普通に、厳しいですよ。いや、知らんけど。なんか竹飛んでるよとか、スパルタヒーラーオーバーヒールだよとか。いや、何言ってるか全然わかんないけど、とりあえずゲームには厳しいということですね。なるほど、なるほど。じゃあ、アトシさん、なんか告知の方ございますか。あ、告知ね。はい、あ、じゃあ、安藤から先よ。あ、僕からでいいですか。うんうん、はい、ないですか。ないんかよ、はい、寂しいな。あれ、アトシさん、逆に僕はないです、ね。あ、やっぱりないですか。はい、ということでですね、お仕事ください。お仕事ください。よろしくお願いします。はい、それではゼロに何かけてもゼロ、また次回お会いしましょう。お相手は中村敦史と安藤博雄と元 AD 渚でした。あー、お願いします。さよなら。楽しかったですね。いや、楽しかったね。AD どうだった、楽しかった。でも久しぶりにおしゃべりして、ほんと楽しかったです。ほんとに。はい、じゃあまた今度00に遊びに来てくれるかな。はい、絶対嫌です。嫌なんかい。